10月4日にですね、日本ビール検定試験があります。そしてもうあと1週間を切りました。そして試験勉強のためにですね、いちごビールのレッドエールを買ってきました。全国第1号地ビール、いちごビールさんです。プレミアムレッドエール。材料は、バクワとホップです。アルコール分ちょっと高めの 5.5% です。1994年の平成6年にですね、細川森博内閣の目玉政策である規制緩和により、ビールの製造免許に必要な年間最低製造量が2000kl から 60kl に引き下げられたんですね。で、町おこしの目的などで小規模な醸造所が数多く生まれました。小規模な醸造所でですね、小規模な醸造所が、生まれたわけですね。なのでこれね、書いてあるんですけど、ジャパンズファーストマイクロブレウアリーって書いてまして、細川森博首相に対してはですね、我々クラフトビールが好きな、ビール好きの我々は感謝しなければいけないですね。法改正によって、規制緩和の法改正によってですね、北海道のオホーツクビールと新潟のエチコビールが最初に誕生して、地ビールブームが到来したということでございますよ。あ、香りはちょっとやっぱり上面発酵です。上面発酵という方法で作られているのがエール。いろんな味があってね、結構いいんですよ。個包装、個包装なのありがたいんです。いちごビールのレッドエールいただきます。あ、美味しいわ。すげえ。